どうも、大悟です。というわけで今回はですね、こちら、紹介します。パコデタルシス。はい、ブロンクスっていうですね、ちょっと幻の品種を使ったちょっと面白いですね、甘口ワインなんですけど、これ僕今ハマってまして、超おすすめです。なんでこれちょっと紹介します。でですね、これパコデタルシス、ちょっとこれ変わってまして、これ案件とかではないんですけど、いわゆるですね、ブドウって、例えばシャルドネーとかピノノワールとかカブルネソーヴィニヨンとか、ブドウの種類って色々あるんですよ。で、この種類って、フランスとかだと、ブルゴーニュだったらピノノワールとかシャルドネーとか決まってる地域もあれば、イタリアとか行くとすごい土着のね、なんかこう、ご当地ブドウみたいなのがいっぱいあるわけですよ。で、これで作るんですけど、なんとですね、今回ご紹介する、これパコデタルシスって、これ甘口ワインなんですけど、スモモみたいな香りするんです。スモモとか桃の香りがめちゃくちゃして、めちゃくちゃ美味しくて、でもこれね、大好きで、ずっと飲んでるんですけど、紹介したくなかったんですよ、ずっと。なかったんだけど、まあね、ちょっと年も明けてね、まあまだね、ほら緊急事態だし、ちょっと家でね、まあ思いっきり赤ワインとか白ワインとか飲むってわけじゃないんだけど、これちょっとちっちゃいんですよ。500ml なんで、普通の、ワインの3分の2ぐらいしか入ってないんですけれども、やっぱ甘口で、でもちょうど良くて甘ったるすぎもせず、だから寝る前とかじゃないけど、ご飯食べた後とかにデザート代わりに飲むっていうのも結構おすすめなんで、そんな、ワインなんですが、これ何がすごいかっていうとね、今言ったブドウの品種って、でもピノノワールってフランスにもあるし、イタリアにもあるし、アメリカとかにもあるんですよ。いろんなところで育てられてるブドウがほとんどなんですが、このブドウ、なんと、世界で一箇所しか存在してない、ブロンクスっていう、幻のこう、ブドウが使われてるんですよ。で、これなんで一箇所しかないかっていうのも結構面白くて、絶滅するような品種なのかっていうと、そうじゃなくて、実はね、ローマ軍がね、絶滅させようとして、で、根絶しちゃったっていう幻のブドウが、たまたま残っていて、でそこの、この間にしか作ってないっていう、そういうブドウなんですよ。はい。なんで今日はね、これを紹介していきたいと思います。めっちゃおすすめですよ。まずね、こうスモモとかプラムみたいな香りがめっちゃするんですよ。そうで、なんだろう、すごいさっぱりした甘い香りがして、ほんとね、美味しいな。桃かじってるみたいな感じ、完熟した桃のさ、いい香りあるじゃないですか、桃の一番美味しいところの香りね。あの香りがバーンってきて、でずっとそれがね、口の中に残って、だんだんなんかこう、爽やかめの、ちょっと柑橘の香りが入ってる蜂蜜みたいな香りに変わっていくって、すーごい美味しいワインで、ずっと飲んでられる、本当にこれ。でね、これ、なんで、幻のワインなのかっていう話がすごく面白いんで、これちょっとね、ご紹介します。で、これ、ブロンクスっていう品種を使った、甘口ワインなんですけど、正式名称はパコデタルシスドルテナチュラルブロンクスっていう風に言います。なんか長いですよね。でね、年間ね、だいたい3000本ぐらいしか作ってないんです。3200本とかしか作ってなくて、ロマネコンティの半分ぐらいしか作ってないんですよ。だからね、本当に、少ない。品種なんで、しかもここにしかないんで、世界でここだけで3200本とかしか作ってないんです。だから紹介するとあっという間に売り切れたりとか値段が上がっちゃうんで、紹介したくなかったんです、本当はね。そんなブドウです。はい。で、このブロンクスってのは、結構ワイン用では非常に珍しいんですけど、種が入っていない、ブドウなんですよね。で、いわゆるですね、フランスでいうところの、こう、格付けみたいな AOC みたいなランクがあるんですが、このランク、まあ、DO っていう風に言うんですけど、この地域だと。で、この DO っていうのが、デノミナシオンデオリヘンっていう、それはどうでもいいんですけど、そういうランキングがありまして、で、こういった、ちゃんとね、国が決めた特定の地域で、特定の品種で、厳しいですね、基準っていうのが課せられて、それに基づいて作られたワインに与えられる称号みたいなのがあって、このですね、称号の中ではですね、ビノデパゴっていう、いや、一応ね、一番上の、ランクを持ってるっていうですね、そういう、ワインなんですよ。だから甘口で、なんかそのマニアックな、ブドウを使ってるのに最高ランクと。で、さらにですね、これオーガニック認証ワインなんで、いわゆるオーガニックワイン、でもあるんですよね。すごいですよね。オーガニックで、で、かつ、その一箇所しかなぜか作られてなくて、スモモのすごいいい香りがして、で、生産本数も年間3000本ぐらいしかないと。で、こんなね、素敵なワインなのに、すごい美味しいんですよ。もうね、ずっとこれ喋りながらずっとね、香りがまだ続いてるんですよ。で、こう鼻から抜けるこの香りがあって、こうすると高そうに見えるんですけど、これ5000円ぐらいしかしないですからね。はい、5、6000円ぐらいで買えるワインなのに、こんだけすごいと。で、ここでね、気になると思うんです。なんでそんないいブドウなのに、その一箇所にしかないのと。根絶させれちゃったのと、いう風にですね、気になる方いると思うんで、これめちゃくちゃ面白くて、実はね、これね、ローマ軍とギリシャ軍が戦っていた時代に遡るんです。ローマ vs ギリシャ。ずーっとね、戦ってきたわけなんですよ。ローマとギリシャっていうのは。で、何百人ものですね、ローマ軍で、わーってかかっても、これね、実はギリシャ軍で当時めちゃくちゃ強くて、ギリシャ軍がね、数人で、何百人のローマ軍が倒されちゃうっていう、なんかこう、グラディエーターみたいな世界ですよね。はい。100とかグラディエーターみたいな世界で、本当にギリシャ軍強すぎて、ギリシャ人一人でローマ人ですね、数十人をですね、こう、倒せるみたいな、そういう状況が昔続いていた、そうなんですよ。で、やっぱローマ軍って、
そういうね、戦術とか研究するのがやっぱりね、なんかこう、得意な人たちが多かったんで、なんでギリシャ軍あんま何強いんだろうってことを調べ始めるんですね。戦争する前に、本格的に戦争する前に。したらですね、その理由が、なんと、これだったんですよ。これ。ブロンクスっていうブドウを使ってるって言ったんですが、このブロンクスってブドウって、当時ギリシャでですね、育てられていたブドウで、で、このブロンクス、っていうブドウとこのブロンクスを使ったワインっていうのが、ギリシャ人の強さの秘密だろうというふうにですね、ローマはですねこうなんかこう判定するわけですよ。あ、多分これだろうと。でローマ人何したかっていうと、本格的にギリシャ軍と小競り合いじゃなくて征服するみたいな戦争をするときに、その前にですね、まずはこのブロンクスっていう品種の根絶にかかるわけなんですよ。面白いですよね。すべてのブドウ畑を焼き払い、そのブロンクスを育てることができる農夫の人とか、あとはブロンクスのワインを作ることができるワインの製造者、これをですね、なんと皆殺しにしちゃったんですよ。すごいですよね。でそれから戦争を始めてローマ軍勝ったみたいな、でですね、歴史が残ってまして、だからギリシャ軍の強さの秘訣になっていたっていうブドウが一応これルーツで、その時に一応根絶させられていたんですが、当時ですね、ギリシャ領だったエリアが、バレンシアのこの北側、このパコネタラシスを作ってる地域にありまして、でですね、これギリシャから実はワイン文化を受け継いでいたんですよ。ここに運ばれてきて、ですね、運ばれてきた、このブロンクスって品種が、たまたま、最後にたどり着いた地として、このバレンシアの北で生き残っていて、それをこのですね、ワイナリーが作ってるっていうですね、ちょっと面白い、ストーリーがあるっていう、そんな、ワインなんですよね。そう考えるとちょっと、でも、なんかわかる気がします。なんか、僕もね、やっぱ疲れた日とか、やっぱなかなか寝れなかったりとか、しやすい人とかいると思うんですよ。もう、あ、今日疲れたな、しんどいな、とか、でも帰ってきても、でももうちょっとな、本読みたいな、とか、明日の動画撮らないとな、とかと思った時とかには、このパコデタルシスをクイッと飲むわけですよ。で、この一杯とか。で、こういうね、コラバンみたいなのとか、今コラバン使ってますけど、これも番組の概要欄に一応入れてきますけど、こうやってね、穴をね、ぐさってこう、これ針がついてるんですけど、これ刺して、で、これでワインを注げるっていうですね、そういうグッズなんですよ。で、これがあると、何がいいかっていうと、中にですね、これアルゴンガスを入れて酸化させないようにするんで、これ結構ずっと持つんですよ。はい、こうすると。もう1年とか全然余裕で持たせられるんですけども、とか、あとはちょっと今用意してないですけど、何日間か飲めると思うんですけど、それでアンチオックスってこう、蓋みたいなのがあって、酸化を防ぐための蓋があって、もう被せるだけなんですけど、コルクを抜いてからね。これコルク抜かないで使うんですけど、コラバンは。その蓋の方があって、この蓋の方は2000円ぐらいで買えるんですけど、これしといたら多分1週間とかぐらいは全然飲めます。はい。っていうですね、ものとかを使って、毎日ちょこっとずつほんとグラス一杯をですね、まあお風呂上がりとか寝る前とかにちょっと飲むみたいなのが、結構僕の日常になってまして、こうするとね、やっぱりね、もちろんね、ワインとかアルコールを寝る前に飲みすぎると良くないんですが、ほんと酔わない程度というか軽く飲むと、これ甘口のワインなんで、アルコール感ガンガン強いっていうかは結構糖分が多かったりとかするわけですね。そうすると、まあ、糖質ってね、実は寝る前に取ると、太るとか言ってるんですけど、別に、ね、太るのはですね、朝取っても昼取っても夜取っても変わらないんですけど、寝る前とか夜にですね、糖質を取るとどうなるかっていうと、睡眠の質が良くなるので、確かに翌日なんかね、元気に朝から動けるんですよ。だから、まあ、確かにこれギリシャ軍が、そのね、その力の秘密としてね、強さの秘密として、使っていたというのもですね、あながち間違ったないなと思う、そんなワインなんですよ。でですね、まあ、一応ね、真面目に味わいとかをコメントすると、もう本当にピーチというか、桃の香りとか、あとはマンゴーみたいな香りがしたりとか、あとパッションフルーツのスッキリした香りとか、そういうのもですね、してきて、ちょっとなんかこう、なんだろう、エキゾチックな感じっていうか、ちょっとエロい香りが、すごいします。はい。ちょっとこう、なんだろう、こう、なんかこう、マリーゴールドじゃないけど、黄色っぽい花みたいな感じの香りとかもする、そんな、ですね、ワインなんですよね。結構、爽やかなんだけど、こう、桃みたいな濃厚な甘さもあるみたいな、結構そういう、香水とかさ、ルームフレグランスなんか好きな人めっちゃ好きだと思います。女性なんかも、これね、めちゃくちゃ好きだと思うんですけど、で、結構ね、トロッとしてるというかですね、クリーミー感もあって、すごい美味しいんですよね。で、だから、甘ったるいんだけじゃなくて、こう甘さがぐわっとくるんだけど、桃みたいな甘さで、最後にその柑橘系のね、香りとかがキュッてくるので、結構締まって美味しいと。でね、とにかくね、いいワインって、余韻が長いんですよ。後がぐーって伸びるんですけど、最初僕、一口口にしただけじゃないですか。これでずーっとまだ香ってますからね、口の中でね、ずーっと。そう。だからこれ、僕よくだからマインドフルイーティングの話してますけど、マインドフルですね、瞑想の代わりにですね、これ飲んで、ね、で、香りがなくなるまでずっと呼吸に注目するんですよ。で、こうするとね、ブータさんもね、まさかね、酒飲みながらね、瞑想されるとは思ってなかったと思うんですけど、僕はそういうね、甘口ワイン瞑想を最近よくやるんですよ。一口こうやって、飲むじゃないですか。で、飲んで、こうね、空気かね、混ぜて飲むと、香り強く感じるんですけど、口の中にこのワインがしばらくくっついてるんで、ずっと香るんです。で、この状態で瞑想するんですよ。呼吸に注目すると。そうするとね、
めっちゃいい香りが体全身に広がるんですよ。この香りが広がってる感じで僕よく瞑想します。で、ちょっと香りが落ちてきたら、また一杯飲んで、でやって、まあ、一杯のグラスをですね、20分とか30分くらいかけて飲むと。で、それで寝る前の瞑想にしてるっていうのが、最近僕よくやってるやり方なんですね。で、これ余韻が長いワインじゃないとできないので、だからこういう甘口で余韻がですね、長いワインっていうのは、結構高いものが、バカ高いものが多いんですけど、だから有名なやつだとね、シャトーディケムなんかすごい有名だったりしますけど、イケムなんかは結構しますからね、5万とか8万とかするんで、これ10分の1ぐらいなんで、全然だからそういう意味で言うと、非常にですね、コスパもいいし美味しいワインだというところですね。はい。だからね、めっちゃおすすめですよと。で、番組の概要欄の方にね、リンク入ってますんで、ただね、何回も言うようにですね、生産本数少ないです。3000本ぐらいしか作ってないんで、今まで僕が紹介したワインとか1万本とか売れちゃったワインとかあるんですけど、これ多分ね、秒で売り切れちゃうんで、売り切れちゃったらすいません。はい。で、またね、新しいヴィンテージというか、新しいと、これ2019年かなだと思うんですけど、新しい土地のやつが出たらですね、またこの動画ね、チャンネルで紹介しようかなと思ってるんですけれども、まあ、そんな感じで結構ね、すぐですね、多分売り切れちゃうと思うんですが、もう本当に美味しい。だから僕もだからこれ放送してますけど、この放送の前に買いだめしましたからね。そう。いや、みんなが買ってなくなる前に買いだめしとこうというところで、はい、というところですね。で、いつものようにですね、このワインとかね、僕はいつもね、ご紹介するんですが、僕のね、ワインの先生何人かいるんですけど、その人にね、加藤さんっていうですね、なんて言うんだろう、最も僕の知り合いの中でおしゃれに下ネタを言うですね、変態紳士って言ったら紳士な、ジェントルマンな方がいらっしゃいまして、この方のですね、一応ワインのですね、このワインのイメージのコメントについても、ちょっと紹介しておこうと思います。加藤さんワインノートですね、150センチぐらいの小柄で、小麦色の、薄黄色のドレスを着た金髪の壁眼の美女だそうですが、このワインのイメージはね、可愛い笑顔でこっちにおいでと言うから、ついついついていったら、マリーゴールのお花畑にね、行き着いて突然全裸になったと。で、まあね、パイパンで B カップのウルトラビニューの首絵美女というところで、ね、で触れようとゆっくり近づくとブルガリの香水の香りを残して消えていってしまったというのがですね、ワインのプロのコメントだそうですね。なんか後半よくわからないんですけれども、まあでも確かになんかちょっとなんかキャラクター的にはすごいこう小柄で明るい、まあ、金髪で、まあ、青い目をしてる、こう、女の子みたいな、うん、そういうイメージは確かにありますね。なんか、アニメとかですね、その映画とかに出てくる、そういう、こうね、こう、天真爛漫で、すごい明るくて、でもよく見ると超美女みたいな、そう。で、バストが大きいわけじゃないんだけど、すごくスレンダーで、くびれある、みたいな感じの、そういう感じの、ワインなんで、だから、わかります？僕のね、好みのタイプにドンピシャなんですよ。女性のイメージとしても。そうなので、結構ね、僕はもうね、個人的にはこのワインはね、まあ、ね、寝酒って言うと言い方悪いんですけれども、こう毎日一つずつ楽しむ、そんなワインですね。今まであんまり甘口のワインを紹介してこなかったんですが、甘口のワインは、こういうコラボだったりだとかね、さっき言った、アンチオックスって蓋があるので、概要欄のリンク入れておきますけど、そういう蓋とかを使ってもらって、毎日ちょっとずつ飲むと。一気に飲むんじゃないので、ちょっとずつ楽しむっていうのが、おすすめの、飲み方になります。ぜひですね、そんなパクデタルシスの、ね、ブロンクスを使ったですね、パクデタルシス、ぜひですね、チェックしてみてください。本当に美味しいです。損はさせませんので、はい、5000円ぐらいだったと思うんで、確か、うん、いいですよ。はい。ということで、今日はですね、久しぶりに、僕の超お気に入りワインですね、今日は甘口編ということで、世界に、一つしかない品種、ブロンクスのですね、パクデタルシスを紹介させてもらいました。ぜひですね、試してみてください。で、普段はですね、まあこういったワインの紹介だけじゃなくて、心理学的なですね、動画だったりだとか、結構いろんなのをですね、Dラボとかでも紹介しています。で、さっき言った瞑想に関してですね、より詳しく知りたいって方は、さすがにワイン飲むだけだとね、瞑想になりませんので、瞑想と組み合わせるとね、僕ね、こういうね、寝酒系というか、甘口系のワインって、もっとですね、いろんな効果が引き出せるかなというふうに僕は思ってるので、ぜひ概要欄の方にですね、瞑想の入門編の、Dラボの動画をですね、入れておきますんで、ぜひですね、チェックしてみてください。Dラボ今20日間無料ですので、それ見ていただいてね、ちょっとね、ワインね、と一緒に楽しむっていうのも、結構大津の楽しみ方かなというふうに思います。はい。で、ワインのこともうちょっと知りたいって方はフランスで一番売れたワインの教科書っていうのがありまして、これも概要欄の方にリンク入れておきますんで、それと合わせてですね、ワイン楽しんでもらうと、僕が過去に紹介したワインとかもそうですけど、よりですね、ワインについてですね、なんだろう、教養としてもね、高められるし、いい趣味にもなると思うんで、ぜひですね、そちらの方も見てみてください。あと、いつものように概要欄の方には僕の無料のオーディオブックのリンクも入れておきますんで、それも合わせて見てみてください。それではありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。続きはDラボでどうぞ。バイバーイ。